JK0843D エアメッシュインナーベストですねこれもですね、えっと、もう結構古いアイテムなんですけどこれの何が革新的かっていうとですねこれを発表したのが2015年なんですよねもう今から8年前で,で今でこそ空調服全盛の時代になってあの内部にスペーサーとかですね今もあの出,し出されたりとかしてますしあるいはあの最近になってですね近年ほかの,のブランドもですねその えとメッシュジャケットの下にいかに空気をですねそのプロテクターとしたあの隙間に空気を通して、えー、走行中にですね空気が流れて気化熱冷却を促進するかとかいうですねそういうコンセプトのものが出ているんですけど、まあ、それを本当に先駆けてやったなというところの商品ですよね。で我々の失敗は何かというとこれ2015年当時のカタログなんですけどもうその。 えっと、効能をですねもう先駆けてやっていてでしかも特許申請もしたと特許申請したのにえっとこの今やってますけどこのプロテクターのポケットですねバックプロテクターポケットの方は特許化しましたがなぜかこっちのベストタイプのものは特許申請したのに特許化しませんでしたそしたらですねその特許申請3年間で、えっと、縛りが取れるので それが終わった後にもうほぼ同コンセプトのもので全く同じような商品を中国ブランドとかも真似してきてますしあるいはそのコンセプトを使ったですねあの似たような商品を他のメーカーも作っていたりとかして後追いされているような状況ですね。とはいえですねこの2015年に特許申請したという事実は消せませんのでもうその時からですねこの総交付によってそのジャケットと 代表の隙間を作ってですねその空気の流れを作って使ってその、えー、気化熱冷却を促進するというコンセプト,コンセプトのものはもうその当時からやっていたというところで今回改めてご紹介させていただきたいなと思います JK08、ね、の当時と同じ値段とサイ,サイズ設定でやっております、はいまあ、このような商品で まあ本当にシンプルな構造ではありますよね 3D メッシュを1センチ厚程度のですね 3D メッシュを使ったベストですねこれによって上着と体表の隙間を常にですね一定の間隔で隙間を作ってそこを空気が流れることによってその気化熱蒸発を気化熱冷却を促進するという商品です ですごく細かいところをお話しますと、えっと、この縫い合わせのところとかですね、はい、ここちゃんとあの外縫いで縫製されていますので、えー、これかなり厚手のメッシュになるんですけど厚手のメッシュが、えー、と体の内側の方に当たってですねその、えー、着心地を悪さしないというような気を使われた縫い方になっていますというようなちょっと大きいので見せづらいですけどちょっと。 横向けちゃいますがはいこのようなですねはいまあメッシュ自体はすごく薄手の薄手というかまあスケスケの、まあ、メッシュなんでねこういうふうにメッシュそのものはこれぐらい通気性の高いものですでえっとこれ 特許かというか特許申請の時にいろいろ請求項があってですねえとそこに入れた内容だとまあこれ基本的に夏用の商品という形で今出しておりますがあのこれって冬物にも言えるかなと思っています。というのもえと冬場の保温構造にはデッドエアを作るということが大事なんですけども。冬の 上着基本的には防風構造ですね、まあ、防水構造であったり防風構造であったりするんですけど気 <coughs> 密性の高いウェアでそれであの空気がな内部に侵入しない構造、えー、ジャケットで上着に着てもらえるとそこにですねデッドウエアのススペースがまわれますこれって何かっていうとサーモスさんとかのですねえー、と保温用の魔法瓶であったりとかマグカップであったりとかですね、まあ、そういううなのと同じ構造になりますので。 まあ保温もできるという構造にあるかと考えています、まあ、そこまで考えた上での特許申請だったんですが残念ながら当時の経営陣の判断で特許化に進まなかったことがちょっと悔やまれますが、まあ、このような商品があるということを皆さん知っていただいて夏場には大変有効だよという、まあ、これねもちろん空調服とかですね、はい、一緒に使ってもらっても効果を発揮しますでなおかつ 今年からコミネが発売する KK901 というターボファンクーリングバッグですね、まあ、それと組み合わせていただいても大変効果が発揮されるんじゃないかなと考えておりますので、ぜひとも、はい、ご認識、ご認知、ご認知ですね、知っていただくということが大事なので、知っていただければ大変ありがたいです、はい、ありがとうございます。